よく来た友よ。早速だが、その方の価値がいかなるものか品定めさせてもらうとしよう。あいにくだがいらねえな。俺の価値は俺自身が一番。ハル様不在の雨子には将軍家へのご恩がある。そして今僕がそれに報いる時。頼もしいな鹿の友。ではあの者の心を見定めてもらいたい。お任せください、ヨシテル様。ん？僕はまだまだ半人前ってことがよーく分かったって。かくなる上はこうやったー。うん、揺るぎなき信念を持つ面白い。なるべく殺さねえようにってのも一苦労だ。こたびの相手は骨があるはず。その調子でたぎるがいい。ちょっと待ってください。おやさん、オツの拝着。山中鹿之助、操作開始。おやつさん、この人かなりせっかちっすよ。お手すきの方、または鹿好きの方、ぜひ春様創作にご協力ください。なくなったら、おやさんだけでも逃げてくださいよ。僕の推理が正しければ、このままだととんでもないことになります。わかった。感謝しよう、鹿の友よ。求められるのが女のそば。いいわ、いらっしゃい。竜っぽく吠えてみるかね。グオーンってか。賛成。長マスさん、完璧なる男からご要望があったわ。あの者の技量、それを引き出すのよ。夫婦仲良くね。姉上、またそのような傍若無人を。山政様も一も頑張る。姉様に認められるように頑張る。一、貴様までこんなところに。姉上め、民よ、将よ、ヨシテル様の意のままに燃えよう。これは見事、類まれなる技の使い手だな、友よ。皆の者、飛鳥様はお喜びである。ここより先通すわけには参りませぬ。あなたたちはなぜ位置を望むの。一体位置にどうしてほしいの。あなたなら教えてくれるの。闇と炎の狭間より、いざ舞い上がれ最終正義。
義元即断口を挟むは悪である。魔王や覇王なんかよりよっぽど王にふさわしいぜ。策は先だって伝えた通りだ。存分に限れ信用だ。はっ、ジョイに。私はここまで追い詰めるとは何の猛者ではないな。乱世に強国アザイアリと示してみせようではないか。はいはい、分かったね。大義だなんだと言いたかねえが、見出したのは仕方ねえ。あんたは知ってるか。誰かを導く喜びってやつを。位置が欲しいの？ごめんね、位置は上げられない。また、ダメなの？どうして位置は役に立てないの？この戦、帝は娯楽のおつもりでは、我らは命がけよ！玉政様、ねえ、聞こう。ここはみんなに任せておけば問題ないわ。これ以上、位置に不安を与えるわけにはいかぬ。ヨシテル様のご期待に応えられる塵やったは消えよ。ご苦労様、また後でね。さて、友よ、その方、体育は健やかであるかな。ほら、体のこと？だったらわらわに任せなさい。たっぷり品定めしてあげる。俺には到底わからぬ。ヨシテル様が何を不満に思われたのか。将軍の座を降りたことすら道楽に過ぎない。顔つきが変わったな。いい気合だ。これはヨシテル様のご油断か。いや、我らの席か。ここからウヌラのさらなる限り粘りを見たいな。なんとしてでも。おお、名刀三日月宗近がごとく暗境で輝かしき体よ。そう、あなたもまたわらわが欲しくて手を伸ばすのね。でもどうかしら、あなたはわらわを奪うにふさわしい。いい？体で勝負をするの、わらわとあなたのね。どうしてああも簡単に切り進めるんだ。ヨシテルに張り合おうだなんて。存外可愛らしいところがあるのね。あんたこそプライズのくせにデジタバリすぎだ。おとなしく霧の箱にでも入ってな。後から湧いて出る。まるでアリさんね。愛しいからこそ壊したいね。そう、わらわと同じ。わらわの耳は縛るためにあるんじゃないの。屈服させるため。わらわいい感じ。こらヨシテル、
タル。やっぱり我らが一番じゃない。いじめてほしいなら素直にそう言えばいいのに。あとは任せるわ。わらはちょっと喉が渇いたの。誰か。梵天、独眼の竜となりて雨かけよ。あえて地上の王を名乗られるおつもりならば、俺は皆いなくなってしまったな。愚かで身勝手な主君と世を恨むがいい。よっ、よっしゃが！面白い。その息吹、世に見せてくれ。素晴らしき神技体の持ち主だな、友よ。まさに時代の息吹、その方こそ天下創生にふさわしい。あんたの位置に立つ。いいな。これはいい。世を前にしてそこまで紡げるとよい。その方は実に良いな。熱い。これが命を閉すという感覚。さあ勝負はここからだぞ。試合を続けよう、友よ。俺らの光を焼き付けな。合わせ瞳に互いを映せ。崩落橋のアングな王と、そしらばそしれよ。願わくば世に変わり時代を作れ。面白き時代を。俺が進むは竜の道。フォローミー。後悔はさせねえぜ。